あ、翔子ちゃん。来たね。どうぞ入って。入った！いや、違う。これがカリスマと私の違い！さすがっす先輩！びっくりした。久しぶりじゃん、翔子ちゃん。今日はどうする？オッケー、金髪ショートね。冗談、いつも通りね。先輩もさすが、カット姿は凛として。それでこの二人、まるで絵画のよう。何してんだ、新井。え、仕事しろ。はい、すみません。あれ、出ちゃってる。かわいい。これ寝たふりしてるだけだった。え、そういえば翔子ちゃん、もう高校生だね。どうよ、高校生活は。そっか、楽しいならよかった。あの一言で意思疎通を。さすがカリスマ美容師。新井、シャンプーやってあげて。